フィラデルフィア支部のメンバーたちヒューストン支部の指導者であるクアネル X と彼を護衛するメンバーたち新ブラックパンサー党はアメリカ合衆国のアフリカ系アメリカ人により結成された政党。1989年テキサス州ダラスで結成された NBPP は1966年に結成されたブラックパンサー党の後継者であると宣言しており、 主に都市部のゲットーで活動している。2001年までネーション・オブ・イスラムの党員だったカリド・アブドゥル・ムハンマドが党首を務めていた。NBPP の思想は旧ブラックパンサー党が標榜していた共産主義や毛沢東主義ではなく民族主義の色が濃く、新ブラックパンサー党側はこれをマルクス自身の思想はアフリカの伝統的な文化に基づいていたが、 現在のマルクス主義や毛沢東思想は、アフリカ起源の部分を取り除かれてしまっているためと説明している。また反ユダヤ主義の立場を取り、ユダヤ人を吸血鬼と呼称している、との指摘をなす者もいる。連邦捜査局は、NBPP を過激派の反政府組織とみなし、白人市場主義のクークラックスクランやネオナチと敵対関係にあるとしている。また名誉毀損防止同盟や、 南部貧困法律センターからは人種差別主義団体と定義されている。1987年、ウィスコンシン州ミルウォーキーで市会議員マイケル・マクギーが地元の黒人に対してもっと多くの職が与えられない限り街中の白人の催し物を妨害すると脅迫する事件があり、報道機関が市議会における会議でマクギーに事態を問いただした際、 黒人地域活動家でラジオ番組のプロデューサーだったアーロン・マイケルズに影響されていたマクギーはかつてのブラックパンサー等に代わる自衛団体の結成を呼びかけた。マイケルズは黒人の生徒を小さなニガーと呼んだ教育委員会の委員長に対し抗議活動を行うよう訴えていた。1989年の結成後ネーション・オブ・イスラムを離脱した党員が入党すると 元ネーション・オブ・ムスリムのスポークスマンで辛辣な反ユダヤ主義の持ち主だったカリド・アブドゥル・ムハンマドが議長に就任し2001年に死ぬまでその地位にとどまった2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生するとシンブラックパンサー党はイスラエル政府とユダヤ人による陰謀であるとして陰謀説を訴えたありがとうございます